してくれ。よし、
一番奥まで来たみたいだな。ここがプレミアのクエストに関連するダンジョンなのは間違いけど、ボスが出てきたりトラップを解除することなくここまで来られた、そういうダンジョンなのかもしれないけど、どうも違和感を覚える。例えるならすでに攻略された後のような。しましたか？なあ、いや、なんでもないよ。それじゃあ奥に行ってみよう。勝手に進行した今回のクエストだけど、その内容自体はこれまでのものと特に変わりはない。であれば、ここで手に入る5つ目の成績を取りさえしなければ、クエストは進まないまま。あ？ない？成績がないぞ。探しますか？手に入れるつもりはないけど、そもそもないというのも気になるな。よし、探してみよう。やっぱりどこにもないな。
ほこりまみれになりました。頑張ったな、プレミア。ですが、こちらも見つけることはできませんでした。そうか。こんなに探しても見つからないなら、もともとここでは成績が手に入らない筋書きなのかもしれない。あとはどこを探しますか？いや、もうこの辺でやめておこう。それにしても、プレミアは随分と成長したな。成長？進んでみんなと協力するようになったし、積極的に話しかけてくれるようになった。仕草も女の子らしくなったような気がするしな。どうした？顔が赤いぞ。具合でも悪いのか？知りません。なんか怒っていらっしゃいますか？さあ、町に戻ろうか。やあ、ヒーロー。どうした？地べたを這いずり回って探し物か？ジェネシス。そういや、こんなもん拾ったんだよ。この石ころをさ。それは間違いない。あれは成績だ。いや、待て。先回りも何も。なんでジェネシスがここにいるんだ？ここはプレミアのクエストを進めているプレイヤーしか入ることができないインスタンスマップのはずなのに。おいおい、何固まってんだよ。あれか、なんで俺がここにいるか分かってねえんだろう。隠しボスを発見したヒーロー様がこんな単純なことも分からねえのかよ。ならガキでも分かるように教えてやる。プレミアが…やっぱり気づいてなかったのかよ、おい。こいつらが二人の女神ってやつだ。同じクエストのモブなんだよ。二人の女神？おい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 、まだ理解できてねえの？俺とお前は同じクエストを攻略しているんだよ。俺たちで協力し合ってこいつらのクエストをクリアしようぜ。なあ。そんな、待ってくれ。このクエストはクリアするわけにはいかないんだ。そりゃひょっとしてクリアすると世界が崩壊するからか？まさか、あの場所にいたのか？コンソールを操作しているときに。アインクラッドが創生されて世界が崩壊しちまうんだよな。楽しいじゃねえか。自分で進めたクエストによってそんなことが起きるなんてよ。どうなるか分かっている上でクリアしようとしているのか？嫌なら力ずくで止めてみろよ、ヒーロー。俺は次のクエストを進めに行くから。おい、行くぞ。はい、マスター。世界の崩壊とは何のことですか？それが起きたら私たちはもう一緒にいられない。プレミア。一人の女神がジェネシスと一緒にいる。しかもプレミアちゃんにそっくりだなんて。本来のプレミアのクエスト、グラウンドクエストに出てくる二人の女神というのは双子という設定らしい。なるほど、そっくりなはずね。そういやよ、俺たちで飯を食いに行った時、
プレミアちゃんの様子がおかしかったよな。あの時の子って実はそっくりな子の方だったんじゃねえか。だとしたらいろいろと納得がいくな。間違いないだろうな。雰囲気もプレミアとまるで違ってた。ジェネシスはもう一人の子を連れ回してプレミアのクエストを終わらせようとしているのよね。そんなことになったらこの世界は崩壊してしまうのに。そうなることがジェネシスの目的なんだ。なんでそんなことするんだろう。単純に面白がっているんじゃないの。まったく、よりによって一番面倒なやつにクエストを横取りされたものね。一つ疑問なんですけど、人の進めているクエストを別の人が進めることって可能なんですか？もちろん通常は無理です。普通プレイヤーがクエストを受けるとクエスト NPC は雇い主であるプレイヤーの ID を記憶します。そうすることで自分の雇い主以外のプレイヤーがクエストを進めようとしても反応しないようになります。ですがプレミアさんの場合、開発中ということから誰でもクエストを進められるステータスになっているんです。そしてプレミアさんに似たもう一人の方もおそらく。開発中はいろんな人がテストをするからな。そういう設定にしておいた方が何かと都合が良かったんだろう。これからどうする？放っておいたらジェネシスにクエストをクリアされちゃうよね。それだけは何としても阻止しないと。たとえジェネシスと戦うことになっちゃっても。うん。ねえ、このことってプレミアちゃんは知っているの？いや、聞かれたんだけどうまく答えられなかったんだ。でも彼女はすでに世界の崩壊が起きれば俺たちと会えなくなることは感づいているみたいだった。そっか。まだこの世界で過ごした時間は短いけど、失うことのできない思いがここにはたくさん詰まってる。絶対に守りましょう、この世界を。ああ、ジェネシスの好きにはさせない。あいつの状況を把握しておくためにもプレミアのクエストの情報は続けて集めていこう。この戦いは運営じゃなくプレイヤーである俺たちで決着させるんだ。